待てよ。なんでだよ。これから力を合わせてもう一回最初からやってこうって時に、そんな時になんでお前は。ゼロツーを一人にしておけない。約束したんだ、離れ離れになってもどんなに遠くにいても迎えに行くって。その約束をゼロツーは守ってくれた。それなのに俺が何もできないなんて、そんなのはダメなんだ。みんなには悪いと思ってる。でも分かってほしいんだ。悪いってなんだよ。分かってほしいってなんだよ。そういうお前は考えたことあるのかよ。お前の周りの奴らのことちゃんと考えたことあるのかよ。お前いつもそうだよな。一人で決めて突っ走って周りのことなんか振り向きもしない。パパも大人たちもいなくなったのに、自由になるどころかままならないことばっかで、そういうみんなの不安考えたことあるのかよ。誰かが倒れても見守るしかなくて、それでもみんなで生きようってもがいてる時に、死にに行くような真似する奴の一体何を別れって言うんだよ。お前に生きててほしいって支えてる奴の気持ち踏みにじって勝手に言っちまうお前の一体何を別れって言うんだよ。それでも行くんだ。ゼロツーが笑ってくれないなら俺は生きてないのと同じだから。おい、ゴロ、やめろ。